先生、俺が生き自分を追い込んでるんだ。僕だって遅れを取るわけにはいかないんだ。僕も本気で取りに行く。空中への逃げは打てない。うららかさんのゼログラビティで高めた機動性と徳上くんのダークシャドウでしのぎきるしか。僕を信用してくれた3人の思いを僕は今背負ってった。取った。託してくれたのに。こんなところで負けられないんだ。随分好意力だった。近づくな。